関電トンネル電気バス。関電トンネル電気バスは、長野県大町市の大木沢と富山県中に川郡立山町の黒部ダムとの間を、関電トンネル経由で結ぶ、関西電力、関電のバス路線である。立山黒部アルペンルートの一部を構成する。長野、富山県境の交通は、飛騨山脈後ろ縦山連峰の急峻な地形によって阻まれて、おり、 一般の車両が通ることができる道路はないことから、本路線は、両県境を直接行き来することができる、唯一の通機関となっている。本校では、前身として2018年まで運行していた、関電トンネルトロリーバスについても記述する。関電が2018年まで運営していた、無機乗電車、トロリーバスの路線、関電トンネルトロリーバス、正式名称、 関電トンネル無機乗電車を引き継いだもので、2019年から電気バスによる営業運行を行っている。関電のグループ企業が運営する北アルプス交通、関電アメニックスや黒部峡国鉄道と違い、本路線は関電の黒4管理事務所運輸課による直営ある。使用される車両は、日のブルーリボンがベースで15台が配備されている。 車載パンタグラフ経由で蓄電池に充電する方式で、大木沢の乗り場に設置された充電設備により10分間で急速充電する。主電動機は3相同機電動機で、トロリーバスの約2倍の出力となる。最高速度は時速 50km。トロリーバス時代と比べ、座席数は36席から33席に減り、定員は72名から80名に増加している。 車体は北アルプスの雪に着想を得た白を貴重色とし、黒ヨンにちなんだ黒色の線が4本入っている。また、退役したトロリーバス車両から取り外した完電の車掌が前面に取り付けられている。車内の釣り革のデザインは黒部ダムのマスコットキャラクターである猫、黒ニョンをモチーフにている。冬季休業中や修理点検の際に行動を改装するため自家用。 ナンバープレート、いわゆる白ナンバーを取得しているが、営業運転では1001から1015の投資番号が入ったプレートを掲示する。事業用の緑ナンバーでないのは、営業運転の経路が国立公園の敷地内であり、道路交通法上の道路に当たらないため、ナンバー取得の必要がないからである。また、トロリーバスでは、運転士は、動力者操縦者運転免許。 無機乗電車運転免許と大型自動車第2種運転免許の取得が必要であったが電気バス転換後は大型種免許のみで運転ができる。関電トンネルは関電黒部川第4発電所関連施設の建設のための資材輸送用の大町トンネルとして建設され1958年に貫通した。このため関電トンネルはバス運行の合間に 黒部トンネルと共に工事用車両による工事用資材輸送にも使用されている。黒部川第四発電所竣工に伴い、関電トンネルは立山黒部アルペンルートの一部として転用されることになったが、通常のバスによる運行ではトンネル内の排気ガスの問題があったためトロリーバが選択され、1964年8月1日に開業した。 老朽化したトロリーバス車用300系を更新するにあたり、運行ルートが中部山岳国立公園内であることから、関連は環境性及び運行にかかる経済性なども踏まえ、2019年4月の冬季休業明けより、トロリーバスから電気バスに変更する方針とした。2017年8月28日、北陸新越入局に、 関連トンネル無機上電車の鉄道事業廃止届が出された後、2018年の当期休業前の営業最終日となる11月30日限りで、トロリーバスとしての運行を終了し、翌12月1日に廃止された。トロリーバスとして営業していた54年間、無事故であった。なお、トロリーバス運行最終年の2018年、関連は、 トロバスラストイヤーキャンペーンとして2018年4月15日から11月30日の間各種イベントを実施した。最終運行日の11月30日には引退セレモニーが行われ、この日のトロリーバス最終便に乗車するには大木沢駅と黒部ダム駅で配布する整理券の提示を必要とするなど混乱を招かない工夫もされた。 冬季休業明けの2019年4月15日から電気バスとして営業を開始した。これに伴い、関連では電気バス元年キャンペーンと銘打って同年11月30日まで各種のイベントを実施する予定である。トロリーバス時代の歴史も含める、所要時間16分。冬季、毎年12月1日翌年4月中旬は運休。大木沢、 黒部ダム間 6.1km の全線単線で、河川電圧は直流 600V であった。旅客数を開案して、発車前にトロリーバスの両数を決めて、それらを一つの列車として運行するため、各トロリーバスに運転手が乗り込んでの続行運転となり、最後尾の車両は、車両上部の全部、後部表示灯のオレンジ色の灯火を二つ点灯させていた。 関電トンネル内の大木沢起点4 2キロメートルにお互いの車両がすれ違うための中間信号場、鉄道で言えば交換設備があり、閉塞区間はそこを境に、大木沢信、信号場、信号場、黒部ダムの2つの区間で構成されていた。それにより、鉄道としての閉塞運転が行われるが、スタッフ閉塞式による閉塞運転が採用されていた。これは、 運行表と呼ばれる通表、スタッフを使用して行われており、大岐沢、信号上間の黄色の運行表を、大岐沢発の下り最後尾車両に、信号上、黒部ダム間の赤色の運行表を、黒部ダム発の上り後尾車両にそれぞれ持たせ、中間信号上に到着したとき、大岐沢、信号上間の黄色の運行表を、上りの先頭車両に、信号上、 黒部ダム間の赤色の運行表を折り先頭車両に、それぞれ渡して、閉塞を隠していた。また、信号機による閉塞も並行して行われ、大木沢駅には、出発、場内信号機各1機、中間信号上構内には、出発、場内信号機各2機、黒部ダム駅には、出発、場内信号機各1機と出発信号機、 中継用の中継号機が設置されており、大木沢駅にある運転指令室で本線に市場がないことを、トンネル内各所に設置されたカメラによるモニターで確認した上で指令員が、大木沢駅と黒部ダム駅の出発信号機を進行減する。その後、駅構内の軌道分岐場にあるトロリー線のフロック、分岐に設置されたトロリーコンタクターで通過量数チェックを受け、 中間信号場でも同様に通過量数チェックを受け、駅での記憶された通過量数と中間信号場での通過量数が合わなければ、閉塞は解除されず、よって中間信号場の出発信号機を進行現時することができないようになっており、中間信号場を出発の際には、中間信号場構内両側の軌道分岐場にある、 トロリー線のフロックに設置されたトロリーコンタクターで通過量数チェックを受け、大木沢駅と黒部ダム駅でも同様に通過量数チェックを受け、中間信号上での記憶された通過量数と大木沢駅と黒部ダム駅での通過量数が合わなければ閉塞は解除されないようになっていた。運転指令室の総合表示板にはトロリーバスの位置と量数、信号現時、 工事車両入り口にある遮断機の状態が表示され、常に司令員が監視していた。トロリー線は2本で本線下りから見て、左側がプラスで、右側がマイナスであり、フロックでは絶縁区間を介して、プラスとマイナスがを走行中に入れ替わるが、トロリーバスの主回路には影響を与えない。またフロックでは、左側進行のため、2本のトロリー線を、 スプリングで右側に押す方式のスプリング式となっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。